老男子のおしゃべりモザイク、はい、ペタルの皆さん、ハロー、老男子の田中まなみです。ペタルの皆さん、ハロー、老男子の遠山奈央です。はい、というわけで今回は、なんと奈央ちゃんと私の、はい、パツキンコンビ名前がブレるいろいろ言われるんだよね。そうなんです。私たちは一応自称金髪ツインズなんですけど、最初にこのラジオの台本いただいた時は、パツキンガールズって書いてあったりとか、パツキンガールズいいです、そう、謝んなくて全然大丈夫、いろいろあるんです。ザギンデシーズしゃべおも大丈夫大丈夫なにどうしたどうしたおしゃべりモザイクをパツキン風に言うとどうなるかなと思ったら難しいモザベリオシャベリオシャさらに略すっていうねおしゃモザじゃダメなんだねいいですそうそう、まあね、今日はそんな、金髪ウィンズという、新鮮味のない2人組でお届けしますそう、前回ね実はこのラジオでこの2人って初めてなんだよね。初めて。で、だって前も、ゆみちゃんとなおちゃんと3人でやったのが、あの5人の時以来のなおちゃんとラジオで喋る初めましてくらいの、あ、そうだね、回だから3度目ましてだね。そうそう、全然新鮮味あるはずなんですけど、にしちゃんからは新鮮味のない2人組と言われにしちゃーん言い方寂しい。でもね、まあ積もる話もいろいろありますから、はいね、ということなんですけど、前回はですね、あの人数が多かったんです。多かったね、聞いたよ。わっちゃわちゃしてたでしょ。4人ってすごいね、やっぱね。いや、すごかった。私その中にお一人スタッフさんがいらっしゃるっていうのは、なかなかね、プレミアだなって思いながら聞いてたよ。そう、あのフライングドッグのプロモーターである山下さんが登場してくださったんですけど、その山下さんにね、あの西ちゃんとゆみちゃんと3人でねほりはほりいろいろ聞いて、すごかった。なんだろう、交渉っていうのかな、交渉老男性のお父さん。あー、そう、お父さん。もうね、あのね、老男性5人じゃ絶対に出ない、マイナスイオンが。なんでだよなんでだよ出してこうよ5人だとうわーってなっちゃうからうわー楽しいってなっちゃうから。まあ確かにね、そう、そこをね、こうふわっと包んでくれてよしよしって言ってくださって、そう、あの老男性の名付け親ということで。そう、知らなかった私も。え、本当に。そう、山下さんだったんだね。そう、しかもなんか名付け親っていうのは私チラッと聞いてたんだけど、名付ける前にその実際に老男性を育ててたっていうのが、あー、そう、感動的だった。老男性を育ててた山下さんが今、私たちを、老男性を再び育ててくださってる。あー、最高かよ。というわけでそう、もうね、はい、でも今日も早速こう現場に入った時に、あれどうする、あれまなみちゃん、なおちゃん、あのお茶とかいるみたいな、買ってきてあげようかみたいなね。そうなんです。あとお菓子をね、持ってきてくださったんですけど、閉じといたらみんな食べないんだから開けとくねって。あー、お父さん本当にね、ありがとうございます。今日もね、あの外で、とっても優しい目で、見守ってくださっているので、その温かさの中で頑張っちゃうぞ、頑張っちゃうぞ。はい、そしてそして今回は、7月17日更新ということなんですが、大事な大事なことがいろいろありました。そうだね、まあイベントとかもあったわけなんですけれども、なんと7月12日は、はい、我らがタネちゃん、タネちゃんの誕生日でした。おお、花火打ち上がってる、すごい。そうそう、まだね、いいお祝いだったよね。最高だったよね、超盛り上がったし、タネちゃん号泣ね、本当に、いや、というのまあ時空の歪みがあるわけなんですがぶっちゃけ、そう、今ね、実は奈央ちゃんが色紙を買ってきてくれてね。そう、今日色紙買って持ってきたら、ラジオのスタッフさんにもコメントをいただけるんじゃねと思い立ち、ありがとう奈央ちゃん。いや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 、でもだから、今からこうやって下準備して、
一応ね、いろいろ計画は練っていて、うんうんうん、そのうち、このラジオでもご報告できるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、次回のね、方とかが。そうだね。うん。まあ、今、一応考えてるところでは、うん、ユミタさんとタネちゃんが、うん、その日同じ現場にいるぞ、ということで、他のメンバーでこっそり、うん、ご迷惑にならないように、気をつけつつ、うん、押しかけちゃおっか、みたいな。感じですね。はい、うまくいけばね。もろもろみんなの仕事の都合とかがつけば、うんうん、つけばね、揃う予定。そうなんです。はい、ということで今日そして今は絶賛仕込み中でございます。はい、けれどもまあいろいろキララフェスとか、うん、いろいろあったので、はい、いろいろおしゃべりしていきたいと思います。楽しくやっていきましょう。イエイエイ、ローダンセのおしゃべりモザイクスタート。絶対笑顔でまだまだいっぱい夢見よう。それではここで一曲聴いていただきましょう。ハロー、金色モザイクのオープニングテーマ曲です。ドアダンスで夢色パレード。曲紹介うますぎて、うん、編集かと思うよね。もう生放送バリにお届けしていますからね。いや素晴らしいよ。いや生放送じゃないのにね。いやでも生放送やってみたいよね、ローダンスでさ。いや、やってみたいよね。あれそうでもない。怖い怖い、ちゃんと割れるのかな。確かになんか、あーぶつみたいな感じに。なんか確かにね、うん、生放送のその携帯によってはいつまでも続けられるタイプのやつもあるしね。まあそうね、うん、いやでも毎回私このなんかね10秒ですとかって教えてもらうんだけど、うんうん、時間、うんうん、曲紹介いつもすっごい緊張するの。いやでも10秒ってさ、うん、わかんないよね、体感として。普段生きてる時にさ。そうそうそう。でもね、なんか私養成所の時に教わったのが、うん、日常生活でやってることって大体分数わかると思うんですって言われたの。例えば、うん、歯磨くのって朝支度さ、うん、わーってしてる時に、うんうん、歯磨くのにまあ大体3分ぐらいかかるからとか体感でこう覚えてるじゃん。あーまあ計算しながらね動くね。そうそう、で人によってこう違うと思うけど、うんうん、でも大体みんな同じこと繰り返してると、うん、やってることがどんどん時間が平均化されていくから、うんうん、だからそれとラジオの喋りは一緒ですって言われて、そう、起承転結の持っていき方がそのルーティンワークになればできるはずだって言われて。そんなこと言われてもってわからないよ。でもそのなんか先生のなんか言ってることは、あ、でも確かにそうかもなって思った。うんうんうん、勉強になった、すごく。そう、さっき聞いてたらなんか20秒で100文字ぐらい、20秒で100文字喋ってるってスタッフさんが教えてくれました。1秒5文字。うん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 、確かに。こんにちは、こんにちは。1秒だね。そうだね。とかって考えると分かりやすいんだけどね。でもね、それをなんかこう頭で考えないでやるっていうの、そうそうそう、もうなんか慣れるしかないみたいだね。このブロック10秒って言われたらはわはわなるもんね。いやでも次曲紹介するのマナミンだからね。え、どうかな。いや台本上はマナミン。わかんないよ、わかんないよ。台本が目に入っていないのかな。遠山って書いてある。ほらまあね、この後うまくできるかは、まあね、頑張ります。ということで、うん、皆さん今お聞きいただきましたのは、うん、ローダンスで夢色パレードでした。うわ、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 うわ
それではペタルの皆さんからいただいたメールをご紹介していきましょう。はい、まずはカズタカ様よりいただきました。ありがとうございます。金髪ウィンズのお二方、ハロー、こんにちは。アニメでは英語で会話するシーンも多いお二方、自分は英語は点でダメなのですが、お二人の英語を聞いているととても気持ちが和み、そのシーンをついついリピートして見てしまいます、そこでもしよろしければ、嫌な予感がするぞというメールをいただきました。ありがとうございます。ちゃんと読んで、ちゃんと読んで、最後まで読む、あ、でも読まなくてもいいかな。ありがとうございます。いや、読む読む読むよ。お二人のラジオトークを英語オンリーでお聞かせ願えないでしょうかというね。あはは、マナミはできるよ。私はできないよ。ノー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 。あの、我ら二人がね、はい、いや、英語ですよ。うん、どんだけどんだけ戦々恐々としながらやっていたことか。でもいっぱいココ塾さんとかにもね、お世話になって、勉強もさせてもらって、楽しかったよね。いやー、すごい貴重な経験させていただいたなって思いましたね。特に7話とかね、なおちゃん、いっぱい喋ってすごかった。いやー、 A パートもまさか英語を喋ることになると思わなかったから、なんか普通に B パートで英語でこう掛け合いしてる方が、あのプレッシャー的にはそんなになく、おお、あの A パートの一人でブワーって早口で喋るところが、あのこの12本かけた中で一番なんかね、ドキドキしたかも。そうなんだ。まあ、13話以降はまた話別なんだけど。あ、そうだね。そう、13話以降もね。そうそうそう。あるしね。はい。英語オンリー。ヘイヘイヘイ。ヘイ、how are you today? え ?fine, thank you. How are you doing today now? Today? Yes. I'm very good.Oh, really? Yes, but a little sleepy. Oh, you okay? Okay! Oh! Now, I'm very tension max! Yay! Yay! Karen! Alice! Noisy! そう。あ、でもね、アリスの言い方もさ、せっかくこうラジオでね、音でわかるからあれだけど、一期の時はちょっとこうアメリカ寄りのさ、アリスみたいな言い方してたんだけど、二期からはちょっともっとイギリスのもっとさっぱりした、あの発音寄りのこうアリスの方にこうなんかちょっと寄せてやったりとかして。確かに。そうなの、アリスじゃない、アリス。そう、 A をね、エアって言わないんですよとかね。こういうのもね、いろいろ勉強になったし。なりました。繰り返しね、見ていただけたら嬉しいよね。はい。ぜひぜひ、私たちのいっぱい練習した、英語。そう、ブルーレイ1巻出てるから。あ、そうだね。ぜひ繰り返し。アリスがいっぱい喋ってるから。そう、モノローグ難しかったの。ずっと喋ってたもんね、一人でね。ぜひ聞いてください。はい。はい、ありがとうございます。続きましては？はい、そして続きまして、メイルさんからいただきました。ありがとうございます。ローダンセンの皆さん、ハロー！こんにちは！黄色モザイク12話見ました。シノとアリスのハロー、こんにちはなど、一期の時を思わせるようなセリフや、アリスがアリスママに抱きつくところなどで涙が出ました。確かに。ところで、番組表を見ても、金モザの文字も、13話の文字もないのですが、どういうことでしょう？毎週月曜日にレポートの提出があり、一週間のご褒美として楽しみにしていたのに、これではご褒美がなくなってやる気が出ずに、レポートが進みませんといただきました。そしてもう一枚続けて読むね。カモさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。皆さん、ハロー。こんにちは。ハロー、金色モザイク。13話見ました。ですが、あれ見たことないとってもリアルなキャラクターがいて、何かの通販の番組が始まりましたよ。あ、このマッチョの男性はもしかして11話でダンベルでトレーニングしていたシノ？その隣にいるのは大人になったアリスでしょうか？とってもとってもリアルな作画ですね。次回も楽しみにしてます。せやろせやろ。スタジオごくみさんはね、もう神作画だから。そうそうそう、もうね、リアルに
もう実写かと思うほどのね。ね、見まごうほどのだよ、本当に。あの、作画頑張りすぎ すぎちゃってね。そう。ジューザーワーとかもね、うん、あの、本当に金髪の、うん、あの、お姉さん出てきちゃって。そうそう。うわぁ、誰かマナミンどうしたの私は13話も14話もそれ以降もすごい楽しんでるよ。そうなんです、なおちゃんは2ヶ月ぐらい前からこんな感じなんです。うん、なんかね、映像も進化してさ、うん、あの音楽もね、やっぱなんか川田瑠香さんはね、音楽のこうやはり幅というものがすごくて、なんかいつもの金もざじゃないみたいだなみたいな、そう、なんか新しい魅力をね、イヤホンのコードをクルクルするんじゃないイヤホンのコードクルクルしたっていいでしょ指にぐるぐる巻きつけるんじゃないいや、ね、新しい金もざの魅力をね、毎週毎週発見できる感じでね。そうなんですよね。だってなんか一応ね、ワンクールって12話ぐらいで、うんうん、あの区切りらしいんですけれども、うんうん、12話もなんかあの終わるよとか、うん、区切りだよって感じの、うん、終わり方じゃなかったんだよね。そうだね。そうだから、ああ来週13話だよ、よろしくねみたいな感じで、うんうん、終わったので、こうしてね、いろんな13話を見たよっていうメールをくださる方がね、はい、複数いてくださることに、うん、とてもありがたいけど、うん、誰か来てー、どうしたのおばだびー、なおちゃんがね、一番ローダンスの中で重症なんですよなんか取材の時も、うん、それじゃあ皆さん、最終話の終えられたアフレコの感想とかっていうと、なおちゃんが一番最初に、え、最終話何のことですか、目が怖え、目が怖えよそう、最後っていうワードが出てくるとね、うん、突然人が変わったように。違うんですよ。そう、うん、全然違うんですよ。そうだって、一期の時は、うん、その1年のお話を12話通してやりましたけど、うん、はい、2期ではね、あのこの同じ季節までというか、うんうん、夏までのお話をやったので、はい、またね、秋からもあのシノたちの生活続いていくしね。そうそうそう。だからね、うん、もしかしたらお住まいの地域によっては、うん、放送がされてないところもね、どなただったっけね。メイルさんかな、うん、あ、そうかそうか。番組表のところ見ても、金もざの文字がないのは、うん、これは分割スクールなんですよ。分割なんで、分割の後半がどこから始まるかちょっとわかんないんですけど、楽しみにね。そう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 。はい。ぜひぜひ。通販番組みたいな番組とかも、はい、リアルなね、シノとアリスとか見てください、うん、はい、お楽しみに。はい、そして続きまして、はい、夜の星さんからいただきました。ありがとうございます。ローダンセの皆さん、ハロー、こんにちは。本日お漫画タイムキララフェスタの昼公演に参加してまいりました。ありがとう。金色モザイク以外のキララ作品のキャストの方々のトークも聞くことができ、うん、それぞれの作品にそれぞれの良さがあったのですが、うん、金色モザイクの朗読のコーナーで一番笑わせていただきました、時間が押していても会場の皆さんを笑わせるためにアドリブを入れていくその勇姿一糸乱れぬその連携に、さすがは芸人集団ローダンセだと思わされる瞬間でした。ん？ライブコーナーでは川崎でのイベントで飛べなかった部分もはっちゃけることができ、とっても楽しいひとときを過ごすことができました、うんうん、ローダンセとしての活動はこれからも続いていくようですので、まだまだ金色モザイクともども応援していただきたいと思、応援していきたいと思いますといただきました。ありがとう、ありがとう。楽しかったね、キララフェスタ。そう、来たる6月、あ、違う、去る6月28日ですね、うん、ありましたけれども、去年もね、出させていただいたんですけど、うん、楽しかったよね、すごい楽しかったよね、なんか恋してたらしいじゃん日生の恋をしてたそうなの、ユミタさんはメガネをかけてねいたんだけどね心は繋がってたんですけどね。そうそうそう、アドリブとかでもなんか朗読劇でちょっと私たち二人のこともいじってくれてたんだよね、うん、そうなんです、うん、ですが今年は満を持してローダンセ5人で出演することができまして、はい、いや、よかったですよ。いやいや、楽しかった、うん、そう、夜の星さんは昼公演に参加してくださったんですけど、うん、夜公演はなんと我らが母であり、はい、神である、はい、原由衣先生がね、はい、
なんて言うんだっけ、あのライブビューイングで見てくださったりとか、あと天翔監督方もね来てくださってね、はい、そういろいろやったよね、うん、あのコーナー、ゲームコーナーあり、そして、うん、夜の星さんが指摘してくださった、うん、朗読コーナーだよ。そうだよ。なんでみんなあんなに、うん、あのアドリブ好きなの？いや、マナミンだってやってたじゃん。だってさ、マナミンすごいなんか控え室にいた時に、うん、すごいずっと台本読んでて、うん、やっぱマナミンは真面目な人なんだなって思ってたんだけど、うん、あのなんかさ、ちょっと会話に隙間ができると、うん、ねえみんな打ち合わせしよう、アドリブどこで入れるの、ねえねえって言って、打ち合わせはしないよって、もうぶっつけ本番だよって言ったら、えってで夜公演、そう昼公演がそれで結構押したから、うん、夜公演はなんかちょっとこう、うん、他のね作品の皆さんも含めて、うん、ちょっとなんか巻き目でいきましょうね、ふんすふんすみたいな感じになってたんだけど、うんうん、うちらがね一番最初に巻こうって言ってたのが、うん、そのステージ登壇したばっかりのオープニングコーナーで、うんうん、自己紹介するときに、うん、そこをググッとね巻いてやろうねなんて言ってたらさ、うん、控え室に戻ってきてから、オープニング巻いたの朗読劇でアドリブ入れるためじゃねえからって言われて、そのこと言った覚えは、あ、そうだごめん間違えた、うん、あのアドリブ入れるわけじゃねえからじゃなくて、アドリブ入れるためじゃねえぞだったこれはもっとひどいねえぞだったし違うんです違うんですあのね朗読ね、うん、読ませていただいたんですけど、うん、あのなんだろうな、あのアリスのお母さんから手紙が来たっていうお話だったんですよ、うん、あ、そうそう、なんか他の作品も含めて、うん、朗読劇は全部こう手紙をこうテーマに、うん、なんかね共通性を持ってやりましょうみたいなのがあったんですけどね、うんうん、そうっていうお話で、うん、あのもともといただいてたあの事前の台本、うん、あの第一稿みたいなやつをこう普通に読んで、あ、こんな感じねって練習してたんだけど、うん、なんか最終稿みたいなのをいただいたら、うん、あの実際になかった部分が一個入れられてて、ほうほう、そこがね英語だったの。はあ、なるほどね。アリスのお母さんからの手紙が実際にこう英語で書かれていて、うん、で、は、英語って思って、それがもうね前日の夜とかだったから、英語、え、どうしよう、ディアアリスみたいな練習してたんだね。 How are you doing? みたいな感じで練習してたんだけど、うんうん、なんかあのそう、それでね、いっぱいいっぱいになってるのにだよ、うん、英語あるからちょっと緊張してるのにだよみんながなんか、アドリブどこで入れようかなーって言い始めるからおー、でも普通さ、なんか私あのイベントとかでアドリブっていうと、うん、なんかお客さんにはアドリブとして見せてても、うん、まあ実はこう仕込みをしてて、うんうん、なんか私こういう風に言うからちょっとあの受けてねみたいなのとか、こうお客さんにこう楽しんでもらうためのそのあるね、まあ、アドリブと見せかけたアドリブじゃないやつやろうと思ってたらですよ、うん、みんな全然そんなことしないのいや大丈夫だと思って、もう信頼のもとだよ、もうコント集団ローダンスならどんな球投げても打ち返してくれる、むしろホームランで打ち返してくれるみたいな、いまさしくそうだったね、うん、なおちゃんもいきなり心ぴょんぴょんとか言い出していやこれはでもね、私昼はぴょんぴょんにしたんだけど、うん、夜は、うん、ポッピンジャンプにしようかなってちょっと思ってたんだけど、いやでもここはぴょんぴょんで行こうかなとか、うん、あとこうあのようこが、うん、あの晴れ女でみたいなセリフがあったんだけど、うんうん、でも中の人の内山由美さんは雨女ですって、あ、そうなの、そう言おうかなって思ってたんだけど、うんうんうん、もうねいろいろ温めすぎてね、うん、まだね出し切れてないぐらいよ、尺の関係でね確かにアドリブ入れたけど、うん、それでもちょっと気を使ってた感じはあってね時間もあったからね、もう、うん、でもねこれから来たる、うん、キンモザフェス2とかではさ、あ、もういくばく尺をね気にせずにいけると思うから、そうだね、羽を伸ばしたい放題やりたい放題ですよ、うんうん、うんうん、怖えだってこの間、うん、キンモザフェス2の、うん、なんか叩き台本みたいなのをさ、うん、軽くいただいたんだけど、うんうんうん、その時にこれぐらいの時間の想定で行きますけど、うん、バッファー持ってこれぐらいは行っても大丈夫です、すでに書かれてたからね、そんなこと書かれてたかもうすでに余裕を持たれてるっていういやありがたいことですけれども ね数々のね、うん、ステージングのあれを経て、うん、スタッフ
フさんもそれを想定する、うん、してくださるようになったという。そうだね、はい、あの夜の星さんも言ってくださってるけど、芸人集団ローダンセだったんだね私たち。そうみたい。なんかいろいろ思うところはあるけど、はい、でもまあこれからね、うん、9月のイベントとかでも、うん、じゃあご期待に応えられるようにお頑張ろう。アドリブいっぱい入れていこう。芸人集団としてな。イエス。なんだ。私何になりたかったんだ。マナミン結局自分でハードル上げて終わるっていうね。本当だ。あれ気づいちゃった？いいの、みんなと一緒だから私頑張れる。おう頑張ろう。はい。ということで皆さんからのメールをご紹介しました。はい、それではここでちょっと久しぶりの曲を一曲聴いていただきましょう。うん、アリスカーパレット C.V. 田中マナミ、九条カレン C.V. 遠山奈央で。金色銀色木星。人生あだこだ、案外結構かなりちちゃ。真相心理で真相ゲームな人生ゲーム。こんなに君のことあれこれそれも知りたくなる。プリン、いつだって断然一緒がいいよ。チャッピーそんなウェイ。たまに廊下でカンボセーション、誰からみんな興味津々。でも念の神はないよ。ほんとほんとほんと大難。マナミー、何にしようか。マナミー、今回の曲紹介は14秒でした。ぴったりだった。すごいね。何なんだろうね。普通にさ、こう測って14秒でこれ読んでって言われたら、うん、そんなにこうなんか練習してて緊張するっていうわけでもないのに、うんうん、いざ収録中にこう曲に乗せて14秒でって言われると超緊張するね。わかる。そう、しかもこのラジオでは多分初めて。聴いていただく、ね、曲なんじゃないかなと思います、うん、これ、ミヒちゃんのリクエストなんだよね。あ、そうなの、前回言ってくれて聞いたよ。うん、なおちゃんと二人で一期の時にね、うん、歌わせていただいて、あのサウンドブック初めましてよろしくねに収録されている、はい、ラップでございます。ラップ、いやー私この曲大好き。私もだからなんか、うん、あのZIPでね、うん、やらせていただいたワンマンライブの時も、うんうん、いろいろ振り付けもね二人で考えてやったけど、そう、二、うん、人っていうかあれはね、なおちゃんがねすごい引っ張ってくれたんだよ。いや違う、私あれは断言して私が作ったものではない。いやあのね、みんな聞いて。何？なんかもうね喋ったかもしれないんですけど、うん、振り付けするときに、うん、なんか最初どんな感じにするみたいな感じ、じゃあ二人でそれぞれ曲聴きながらこう動いてみようかみたいなことを言ってたら、うん、うんうん、分かったって言って、なんとなくこうなんかこう画像ないから伝わらないけど、私すごいクラゲみたいな動きでね、そうだったっけ、えいよーみたいな感じで動いたら、なおちゃんがすっごいすっごい機敏な動きでこうやってパキッてキッパキッてなんやあのキレのある生物って思って。いやでもなんかそのスタジオ借りてさ、うん、集まってやったじゃない、うん、その時に私は全然その家で考えてた時にビジョンが思い浮かばなくて、仲間ちょっとね絶望していたの。もう何も降りてこないって思って、うん、でマナミーよって思ってたら、うん、なんか2人で考えてるうちにいろいろねアイデアが湧いてきたから、いやいやあれはね2人で、ね、確実に作ったものなのだよ、うん、楽しかった。またねなんか披露する機会もあればいいなと思うけど、難しい振り付けだからまた思い出しながら ね、うん、頑張ろう、うん、はい、ということでお聞きいただいたのは金色銀色木星でした。
くこんなだったっけ、ね、ですねペタルの皆さんからいただいたイギリスっぽい言葉と日本っぽい言葉をくっつけて一つの言葉を作って遊んでみようというコーナーです。私これ初めて。お、私これ二度目まして。お、前ねタネちゃんと一緒にやらせてもらったんだけど、うんうんうん、あのね未だにちょっとよくわかんない教えてよ。そう、あの、まあ、言ってその名の通りイギリスっぽい言葉と日本っぽい言葉をくっつけるんですけど、うんうん、前回は例えばね、あのね、あの成功した感じのいい感じのやつだと、うん、フィッシュ&チップスせんべい、あ、美味しそう、とかなんとなく意味が見出せる感じのやつから、うん、ロイヤル酢味噌ミルクティーとか、なんか明らかにこう無理くり、いやそれはあの商品化とかしたらあかんやつだね。あの混ぜたらあかんっていう、混ぜたら危険っていうやつとかをまああのやるんですけど、うんうん、こうくじ引きでね、ほうほう、こう引いてなんとなく意味を見出しちゃおうというコーナーです。なるほど。うん、はい。ということで早速やってみましょう。はい。じゃあまずなおちゃんが、はい、イギリスっぽい言葉を。おお、そう。もう発表しちゃっていいの？うん。はい。じゃあいきます。2階建てバス。ああ、確かに。ダブルデッカーというやつですね。ね、これはダッシャー斉藤様よりいただきました。おー。はい、そして、じゃあ続きまして、日本っぽい言葉引きまーす。はい。土下座。いろはにほへとさんからいただきました。二階建てバス土下座？土下座二階建てバス。二階建て土下座バス。もうなんだろう。でもさ、土下座ってなんかいろんな種類あるよね。お？なんかスライディング土下座とかない？何それ？どういうこと？シューッつってバーンみたいな。そんなのあるの？あるらしいよ。へえ、それ、え、何どういうこと？え、あの、スライディングすることによってより、なんていうか、あの、シャイが、謝罪の、そう、以外。なんか、多分リアルにはできないんだけど、こう、例えば、LINE とかしてて、うんうん、いや、ほんと申し訳ない、スライディング土下座する、もうくらい申し訳ないよ、みたいな。なんか聞いたことあるかも、確かに。そういうニュアンスで使うものだと思うんだよね。あ、じゃあ、そしたら、2階建てバスに乗って行って土下座したら相当な、そう、それでもさ、だいぶ上から失礼しましたよね。キキーって、賛成したこれ難しいなぁ、うん、なんだろうね、なんだろう、こう2階建てバスで乗りつけてそこからピョーンって飛んで降りてザッて、あー飛び降りて後のみたいなね、うん、でこう2階建てバスはこう赤いから、うん、もう顔を真っ赤にして泣いて、そう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 、謝るくらい申し訳ないみたいな、うん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 、あーなるほどね。なんだ、なんとなく意味が見出せてるのが怖いぞ。そうだね。もしかしたら、ローダンセラインでは使えるかもしれない、ね。ごめん、2階建てバスどけた。いける、いける。いける、いける。じゃあ次行く？はい、行きましょう。じゃあ、イギリスっぽい言葉引きました。はい。アリスとニッコリ様よりいただきました。うん。不思議の国の。おー。確かにイギリスっぽい。そうだ。ルイス・キャロルさんのあれですね、うん、そして続きまして日本っぽい言葉いきます。リンゴリラッパンダンさんからいただきました。まんじゅう。不思議の国のまんじゅう。でも出てきそうだね。うん、出てきそうだけど、うん、不思議の国のまんじゅう、あれだよね、あのアイス本編にさ、うん、クッキー食べると大きくなったりちっちゃくなったりする、あー、あるね、お菓子とかあったじゃん。あるね。だからあの不思議の国のまんじゅうも用意して、うん、その効能はちょっとまだわかんないけど、うんうん、そういうのが新しいお菓子をさ、なんかあのなんだろう、一期の12話で、うんうんうん、シノがあの妄想な妄想ミュージカル、あーやってたね。やってた。あれな感じでありそう。不思議の国のまんじゅう。うん。すごいコラボレーションだよ、これは。シノがアリスの格好してて。うんうん。あ、シノがアリスって、あの、アリスじゃなくて、アリスね。ややこしいあの、青い。そうそうそう。方ね。青い方。うん。ピンクの方じゃなくて、青い方、ね。そうそう、ピンクの方じゃなくて、青い方。それで、うさ耳つけた
ピンクの方のアリスが、うん、エビドリア、みたらし団子、あ、団子か。うん。まあ、まんじゅうも団子も似たようなもんだ。うんうんうん、エビドリア、みたらし団子材をこう持ってって、うんうん。シノが食べて、うん。みたいな。あ、じゃあ、なんか、不思議の国のまんじゅう食べると、うん、頭の中でこうミュージカルが始まるというか、おお、頭の中が愉快になる、みたいな。あ、いいね、いいね。だってさ、原作もさ、うん、なんだろう、夢落ちみたいなね。だよね。うんうん。だから、シノブも、寝てたことにすれば、うん、できちゃう。そしたらさ、ニキの、魔法少女のあのくだりとかもきっとこれを食べて起きたんだね。できちゃう。できたー。すごい。あ、いけるもんだね。また、続きの時にね、まんじゅうを誰かに食べてもらって、愉快なストーリーをね、期待したいね。うん、ぜひ脚本書いてくださるという方、うん、募集します。お願いします。はい。もう一個くらいいけるかな。うん。よっ。4月は君の猫様よりいただきました。はい、ありがとう。ベッカム、おお、デイビッド・ベッカムさんですね。いいね、サッカー。うん。そして日本っぽい言葉はこちら、ゾイヤの夜明けさんからいただきました。はい。大名行列。ごめんね、いや私、世界史選択だったんだ。私も世界史選択だったかな。どうしよう。大名行列に関する知識は誰か。三勤交代みたいなやつ。あー、聞いたことある。あるけど、何すんの大名行列って。大名が行列を作るの？大名は行列を作らないと思う。大名のために行列を作るの？そう、大名さんが多分、その都から都へ、こう歩いていくその旅の道中、うん、その、みんなでこう囲って、こう、パレード、パレードするの？パレードするんだ！絶対笑顔でパレードするの！すごい、なおちゃん！できるもんだね！さすが、でもベッカム置いてっちゃった、ベッカム。そう、まだベッカム要素が全然ね、拾えてないんだけど。ベッカム大名行列。だから、ベッカムの周りにこう、みんな取り巻いてるんじゃない？あー！うん。なるほど、最近ね、サッカーとかね。そう、暑いもんね。ありましたしね。うん。キャーベッカム、キャーベッカム様！キャーって。来週って言ってんのね。来週ってなってるのかもしれないよ。なるほどね。うん。イギリスっぽい。ベッカム大名行列。いや、ちょっと危うくも破綻するんじゃないかと思ったけど、うん、ギリギリ繋がったね。ギリギリ。うん。苦しいけれども。でも一応できた。はい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 。というわけで、今回もいろいろ生まれました。はい。二階建てバス土下座、不思議の国のまんじゅう、そして、大名行列、ベッカム。うん。ベッカム行列？ベッカム大名行列？ですね。ですな。はい、楽しんでいただけましたか？はい。以上、今日もイギリポンでした。瞳閉じれば君の歌うメロディー聞こえるはず。それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。したの？ハロー、金色モザイクのエンディングテーマ曲です。ローダンスで My Best Friends。 木漏れ日の揺れる芝生に佇む後ろ髪が並く。いつもと変わらないこの場所で My best friends。 揃っちゃうの？本当。なんだろう、金髪インズのなせる技かな。だね。うん、安定の。うん、びっくりしたわ。びっくりした。
いやでもマイベストフレンズはさ、うん、あの振り付けもついて、うん、あの川崎ラゾーナで初めてお披露目させていただいたんですけど、はい、この間ねキララフェスタとかでより多くの方に振り付けで見ていただいたので、うんうん、よかったよね。そうすごい盛り上がってくださって、うん、ね、うんうん、もう本当にあのキララフェスタのこうクライマックスみたいなねところでライブコーナーがあったので、うんうん、そうそう正直なんか夜公演とかさ、うんうん、みんなもうわーってはしゃいでたからライブ前に行けるか見て大丈夫みたいな、うん、感じだったんですけど、うん、もうお客さんのうわーっていう、うん、笑顔がすごくて、うんうん、もうなんかアドレナリン出まくってそうパワーもらったよね。ねー楽しかったです。そんなこんなでね、うん、ここで一通お便りをね読みたいと思います。はい、先生の先生様よりいただきました。はい、ありがとう。同男性の皆さんハローこんにちは。そしてファーストフルアルバムファーストモードの発売決定おめでとうございます。ローダンスの曲もたくさんあるしローダンスの曲もたくさんあるし、うん、アルバム出ないかなと思っていたのでとても嬉しいです。さらに情報によると初回限定版に同梱されているボーナスディスクにはローダンスメンバーそれぞれの新曲が収録されているそうですね。超豪華です。今回はファーストフルアルバムということなのでセカンドも期待していますというね。このマイベストフレンズも収録されますけど、うん、はい、セカンドとは気が早いなでも期待しちゃうよね。そう9月2日なのでもうちょっと先ですけれども、うん、実際ねレコーディング、はい、終わりまして、お私ももうちょっとで終わる。あ、そうだったね、うんうん、あと少しレコーディング頑張って楽しみにしててください。はい、ということでお聞きいただいたのはローダンスでMy Best Friends でした。はい、そろそろ終わりの時間になりました。はい、じゃあ、6月のプレゼント当選者の方を決めちゃいましょうか。はい、じゃあ、マナミンから最初選んで、うん、じゃあ最初1人目いきます。はい、バンバン、こちら、あ、ユイストさん、あーい、おめでとうございます。おめでとうございます。そして2人目、のちゃん、はい、お願い、いくわ、ダラ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 、バン、うん、ゴールド様よりいただきました。おー、アルファベットで GOLD です。おー、ありがとうございます。ありがとう、金髪にふさわしい。うん、あ、ほんとだね。そしてそして、じゃあ最後3人目いきます。はい、バーン、プッチさん、あーい、おめでとう。あーい、この3名の方に大決定です。はい、何かわかんないけど素敵なものが送られてくると思うので楽しみにしていてください。はい、てなわけで、はい、今回金髪インズでお送りしました。はい、おしゃもざいかがでしたか。あっという間でした。あっという間だったね。うん、私的には初めてやらせていただくコーナーもあってすごい新鮮だったし、うんうん、あのキララフェスタのね話とかもできたからすごい楽しかった。いやもうだってキララフェスタがすごい前のことのように感じます。今ね、もう気持ちはキララフェス2に、あ、キララ…キモザフェスだ、キモザフェス2にね、うん、今もう向かっているので、その前にはね、あれですよ、うん、あの、あれ、どう忘れした、どれ、兄様だ、兄様、そうだあれ、そっか、兄様の方が先ってこと。そうだよ、兄様8月末だからそっか、そうね、え、何を歌うのか、そう、何曲歌わせていただけるのか、うん、どこから登場するのか、どういう演出なのか、何を着るのか、本当だよね、何もかも私たちは知らないのでね。そう、これからね、はい、またいっぱい練習をしていくと思うんですけれども、はい、うん、頑張ろう、夢の兄様だもんね。うん、ロータンセで頑張ろう、頑張ろう。はい、はい、この番組では皆さんからのお便りを募集中です。はい、ラジオサポーターズクラブのホームページメッセージのところをクリック、ウェブラジオへのお便りからメッセージをお送りください。お待ちしております。ということで最後にですね、次回のお当番を決めたいと思います。イエイイエイ、はい、来た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 、これじゃあ引いちゃうよ。うん、引いて引いて、まずじゃあ人数からかな。おいし、うん、人数は3人。おー、3人いいね、ちょうどいいね、うん、そろそろ1人が出ないかなって思ってる。うわー、1人しゃべれ聞いてみたい。じゃあ人引くね。はい、じゃあまず1人目はこちら。おお、スタッフ、おー、次
はどなただろうね。どなただろうね。イベントトークの佐藤さん、山下さんからの3人目。3人目か、うん。またフライングトークさんなのか、うん、また別の角度からの方なのか。はい、はい、じゃあ2人目引いて。はーい。いいよ。マナビンだ。私なんだろう、3回連続ぐらいかな。あ、そうだよね。そうなの。すごい。嬉しい。頑張って。あ、どんなスタッフさんと話せるんだろう。そしてじゃあ3人目がこちら。わー、にしちゃん。わー。ということで次回は、はい、にしちゃん、スタッフさん、そして私の3人でお送りしたいと思います。おー。どんな話が飛び出すのか。そう、やっぱね、スタッフさんが入ってくださることで、うん、あの空気がね、うん、ちょっとかわいつもと違う感じになるので、うんうん、そうだね、また新たなカラーというか、うんうん、化学反応というか、はい、秘話というか。そうだね、普段なかなかこう折り入ってね、お聞きすることのないこととかも、そうそうそう、改めてね、聞ける貴重な場になると思うから、うん、私もパソコンを抱えて正座で待機してるよ。正座で。ぜひ聞いてください。はい、それでは次回もお楽しみに。お相手はローダンセの田中まなみと遠山奈央でした。バイバイ。